現在赤金ミュージアムで好評開催中のツペラツペラの顔展。12日と13日は関連事業として工作広場が行われました。今回の工作広場ではガリガリガイコツやイカレレなどのツペラツペラの人気キャラクターや材料を組み合わせたオリジナルの顔を作ることができます。会場にはペットボトルやティッシュ箱などたくさんの材料が用意され、参加者はツペラツペラによる見本の動画を見ながら思い思いに工作していきました。いいよ、お盆期間中ということもあり、友達や祖父母、親戚などと一緒に工作する参加者も多く見られました。吉田とレジ、どうでしたか？楽しかった楽しかったです。今日はこれ何を作りましたか？骸骨です。とっても楽しかった。どんなもの作りましたか？ちょっと見せてください。ツペラツペラの顔展の関連事業として行われた今回の工作広場。ツペラツペラの顔展は赤金ミュージアムで9月3日まで行われています。ぜひお越しください。